問題、右と左で違うところはどこでしょう。正解はここでした。ということで、どうみなさんこんにちは、コーダです。今回もスーパーマリオメカ実況プレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。スリップストリームさんのコース、ロザリナズアイシースペーススプリント30秒、こちらやっていきましょう。最後の30秒は完全に日本語だけどね。さあ、ここで、はい、そんで、おお、こういうことか。あ、間違った間違った、なんか今スピンしようとしちゃった。なんでなんでなんで、私なんで。まあいいや、でもいけてるならいいや。オッケー、そんでここでパウして、はい、ジャンプしてポンポンポン。おお、素晴らしい。どうなってんの。おお、すごいすごい、すげえな。あ、こっちね。どこ行くのどこ行くの。あー、もうタイミングずれたわ。そしてこっからポンポン、最後ジャンプ、よし、オッケー。ここね、はい、いいねいいね。あと9秒あと8秒、大丈夫、間に合うかしら間に合うかしら。ロゼッタさんもドキドキよ。オッケー。はっ、間に合わなかった。もうここで落ちない。もうここで落ちない。もうここで落ちない。よし、いけたんじゃないかしら。やったー。最後なぜロゼッタさんはいなくなってしまったんだ。そう、あの子は星になったのだ。突き進め。松門さんのコースやっていきましょう。突き進んでいくよ。右。押しいっぱい。よいしょ。ほい。え、大丈夫？あ、よかった。よし、壁壁壁壁。これ一発クリアありえるかも。一発クリアありえるかも。あ、ここ、ほい、そんで、はい、踏んで、踏んで、何ですか、何ですか、この後は。あ、でも時間はたっぷりあるんですね。よかったです、よかったです。それだけでも幸せです、私。はい、ゴール、ありがとうございました。ふみふみジャンプ、こちらやっていきましょう。ふみふみジャンプ、うわ、いい。かぶっていいのかな、これは。かぶって、待って、右に出していただき、右に出していただき、よし、よし、よし、これぐらい、これぐらい、キラーさんが出てくれれば、いけるんじゃ。ないでしょうか。おお、確かにふみふみしてる、ふみふみしてる。おお、すごいな、すごい、いろんなところにふみふみ、ふみふみ楽しいな。ちょっと待って待って、もうちょっと落ち着いて。よーし、ありがとうございました。誰かがやっちゃったシリーズ1、ニセちくわブロックを見抜き出せ、こちらやっていきましょう。ニセちくわブロック、あ、ヨッシーさんがいる。ヨッシーさんゲットして、あ、無理だね、バイバイ。ニセちくわブロック、どっかにニセちくわブロックがあるんだね。さあ、それはどこ。やった。いやー、すごい難しかったですね。はい、テルボーズさんのコース、増殖トゲゾー、扉は危険、こちらやっていきましょう。うわ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 、ちょっと待って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 、しかも10秒マリオじゃーん。どっからゴールすればいいんですか。これはもう突っ切るしかない。いや、その前に終わったね。これはもうこうやってどん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 メットで、これもう一気にいっちゃい、一気にいっちゃいってことはできないんだ。まず上行くじゃん、上行くじゃん。で、こっからもう一気に下がって、はい、これでゴールできない。だから下から、下からここ来て、よいしょよいしょと来て、そんでラストラスト、よいしょよいしょ、上げて、よっしゃ、これでゴールだ。ふう、すげえな。カステラさんのコース、トゲを避けろ、こちらやっていきましょう。トゲ、何のトゲは、いろんなトゲがあるんですね、この世の中には。ちょっと待って、うっそ、トゲじゃないものに当たった。さあ、行きましょう。まずここ、よいしょ、ほい、いいねいいねいいね、これ早いんじゃない、ほい、よしよしよし、いいね、タイミングバッチバッチシじゃない、よし、オッケー、いけたいけたいけた、はい、大丈夫大丈夫。あ、待って、あー、ゴールが見えた、惜しいじゃん。あぶね、危ない、いけ、このままいけるか、いけた、よかった。ダウン翼さんのコース、とあるマリオの平和な散歩道、こちらやっていきましょう。どれぐらい平和なんでしょうか。あら、平和。基本なんかこういう谷のとこは落ちちゃいけなそうだね。そしたら、あ、もうこれまずいんじゃない、これまずいんじゃない、ほら、やっぱりそういうことか。ほい、くるくる、いけたいけたいけた、大丈夫大丈夫。あ、待って、ここ大丈夫、ここ大丈夫かな、ここ、あ、いける、ここ大丈夫だ、よしよしよし、いいね。そんで、これツタ掴んでいく感じじゃないかな。あ、大丈夫だ、全然余裕じゃん、イエーイ。何、あ、全然、あ、待って待って、あ、あ、あ、もしかしてこれなんかフラワー取っちゃいけないとかじゃないかな、そんな気がしてきた。大丈夫かな、大丈夫なんだろうか。やっぱりそうだわ、絶対そうだわ、フラワー取っちゃいけないんだ。さあ、もう分かったよ、このコースの趣旨がこういうことでしょう。オッケー、そんでここも慌てずに、よしよしよし、いいよ、
ここもなんかあるんだよね。オッケーオッケー、もう引っかからない。さあここがツタをつかみつつ、ここもなんかあるよね、あるある。オッケー、地味に怖い、地味に怖い。はい、よかった、いけた。どうもありがとうございました。くっ、変な部屋に閉じ込められたぞ、早く脱出しないと。マナピーさんのコースやっていきましょう。お、あ、水中か、びっくりした。え、待って待って待って、ここでしょ、ここ抜けて3、2、1、やった、ゴール。え3-1、ブロックいっぱいってどうすんだよ。こちらやっていきましょう。ブロックいっぱい、ほんとだ、いっぱいだ。でもなんかこれは仕組まれたいっぱいさだな。多分この子を投げるじゃん、そうすると多分ね、うまくいくんだよ。ほらほら、おお、来た怖いんだけど、怖、戻ってくるのが怖いんだけど。いや、戻ってきた、やっぱり。おお、壊された壊された、怖い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 、待って待って待って、やめてやめて、殺さないで殺さないで、ああ止まっちゃった、止まっちゃったけど、まあいいか。いや、いいのか。いやー、死ぬし、ちょっと右行く、危ない危ない、怖い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 、ああもう死ぬ。もう何なの、こっちから行こうぜ。もう待っても仕方ない気がしてきた。こっちからゴールできんじゃないの。ほら、やっぱり全然意味なかったわ、待ってた。立ち早さんのコース、掴んで離してぶら下がりコースター、こちらやっていきましょう。シャキン、かっこいいですね。コインが99枚、そして1アップが3つあると、これを全部取りましょうと、そういうことですね。頑張っていきましょう。これ掴んで離して、オッケー、できれば99枚、ああ99枚の夢破れたり、まあ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 、まだいけます、いけます、頑張っていきましょう。このピンクコインはでも取りたかったな。うん、おいしょおいしょ、はいはい、あー、そこに1アップあった。え、取んのむずくない、普通にむずいんだけど。ちょっと待って、それも取れる、あー、ピンクコイン取れた。でもピンクコインもすでに取り逃してるからな。よし、と入って、オッケー、ここに土管があるんですが、ちょっとスタートからやり直します。はいはいはい、よと、オッケー。多分ね、コインもあと1アップも全部取ったんじゃないかなって思うんだけどね、どうかな。オッケー、このまま行きましょう。まずはちっちゃくなって、セカンドレース、頑張っていきましょう。後半戦、ここはポイント、こういうことね。すごい、うるさい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 。そんで、はい、よし、ピンコイン取る、よし、オッケーオッケー。さあ、ピンコイン、あと何枚だ、あと何枚だ、3枚だ、何枚だ、オッケー。ちょい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 、ちょっとメットが外れちゃったけど、まだマリオは生きてる、頑張れマリオ、負けるな、マリオ、よいしょ。あー、1アップ取れなかった、それは仕方ないんじゃないですかね。はっはっ、危ない、よし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 、鍵ドア入った、やった、一番上でゴール。お、え、しかもコインも99枚取れてんじゃん、やった。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。そして今日のラッキーな人、今日のラッキーな人は、今年に入ってから何かしら賞をもらった人ということで、もう何でもいいです、俳句でもいいですし、ダンスでもいいですし、音楽でもいいですし、あとは何だろう、まあ英検とかでもいいですし、うん、もう何でもいいです、賞をもらった人、どんな賞をもらったかぜひ教えてください。はいと言いつつ、僕は何かもらったかな、何ももらってないですね、うん、何ももらってないですなんだこれ。ということで、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またね、少しでもね、なんか楽しかったとかね、面白かったとか、お前ここ下手くそだったなとか、何でもいいんで、感想がある方ぜひコメントいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、では次回のマリオメーカーの実況でお会いしましょう。またね、グッバイちゃん。